マキちゃん、お疲れ様。やっぱり合同練習って楽しいね。お疲れ様。いいわよね、合同練習。普段とは違う視点で自分のパフォーマンスを見つめ直すこともできるし。マキちゃん、真面目さんで偉い。カナタちゃん、ちょっと感動。別に普通のことを言っただけよ。マキちゃんにとっては普通でも、みんなにとってはすごいことだよ。偉いから、マキちゃんにご褒美のアイスをあげよう。ご褒美なんていいのに。でも、せっかくだからいただこうかしら。はい、どうぞ。ありがとう。フルーツバーなのね。体に染みていく感じ、嫌いじゃないわ。あら、棒にハートマークが。あれ、マキちゃん、それ当たりだよ。当たり？アイスに当たり外れがあるの？そうそう、当たったらもう一本もらえちゃうんだよ。へえ、今日はラッキーみたいね。そっか、かなたちゃんの大吉パワーがマキちゃんにしっかり届いたんだね。大吉パワーってこの間の初詣の。言われてみると確かにそうかも。実はあの時ちょっとがっかりしてたのよね。今日が出るなんて思わなかったから。わかるよ。マキちゃんはそういう気持ちを内緒にして自分の中にしまっちゃうんだよね。カナタのおかげですごく気が楽になったの。それにこうしてアイスまで当たっちゃうんだから本当に運気もアップしたみたいね。うんうん、大吉パワーでこれからもずっとずっと幸せに暮らそうね。大げさすぎない？でも本当にありがとう。